自民党は今日総裁選挙管理委員会を党本部で開き、岸田総理大臣の後任総裁を選ぶ選挙を来月12日告示、27日投開票とする日程を決めました。自民党は今朝総裁選挙管理委員会を開き、総裁の岸田総理の後任を選ぶ選挙日程に関し、来月12日告示、27日投開票と決定、 その後開かれた総務会で了承しました。総裁選挙の期間は前回2021年の12日間から15日間に拡大され、ポスト岸田候補は11人に上り、推薦人の確保に向けた活動を活発化させています。昨日は小林孝之前経済安保担当大臣が 来月の自民党総裁選に向け先陣を切って立候補を正式表明しました一方、出馬に意欲を示している上川外務大臣は推薦人確保に向け自ら電話をかけ支援要請をしていると明らかにしました総裁選には他にも石破茂元幹事長が今週中に出馬表明をする意向を明らかにするなど 10人以上の候補者の名前が挙がる乱戦模様となっています。